あれこれ一食限定だったんですか？そうなんです。本当？朝一番で張り切ってね、腹筋を昨日一日で終わらせてはいけない、一日坊主で終わらせてはいけないと思って張り切って腹筋ローラーを転がした一投目っていうのかな、一回転目でもう無理と思って、あのお腹はもちろん腕、背筋、ありとあらゆるところに痛みが走り、痛みってあれですけどな、あのいわゆる筋肉痛ですけど、やっぱり昨日ちょっと100回はやりすぎたなと思って、まあ今日は休んで、多分明日も痛いと思う。まあ痛かったら次の日。そうなるとね、僕はあの続けるのが難しいんですよね。あの毎日同じ行動を繰り返すっていうのはなんかある種病的にできるんですけど、朝起きて大体そうだな、5時ぐらいに起きて、そう5時20分から5時半ぐらいから取り掛かって6時50分ぐらいまでかな、だから1時間20分ぐらいかけて朝脳に負荷をかけるっていうトレーニングを今してるんですよね。普段なんか僕たちの情報の取り方ってもう最近はすっかりインターネット、もっと言えばスマートフォンで取るようになってる人が多いと思うんですけど、思考が連続しないっていうか脊髄反射をするようになってる風に自分でも思ってるし、周りの人もそうだなと思うことがあって、何か意見とかニュースが飛び込んできた時に脊髄反射ってそれって何々だよね、何々だよねみたいに返す、全然思考してないっていう状態があったから、これじゃいけないなと思って、その84日間かけて脳に負荷をかけるっていうトレーニングしてて、今日が8日目なんですよね。で実はそれ1日目からものすごい効果を実感していて、すごく気に入ってるんです。で今思ったのが、そのお腹のね腹筋のトレーニングを始めて2日目から筋肉痛が起きてたっていうことは、本当は脳の中でも起こってたんじゃないかなっていうふうには今思ったんですよ。ちょっと気になることが出たりとかすると、思わずスマートフォン手に取っちゃうんですよ。あ、普段の癖っていうんですかね、なんか疑問、本を見ててもテレビを見ててもその新聞を見ててもちょっと疑問に思ったことがあったりとか、知りたいなと思った時にやっぱりスマートフォン取っちゃうじゃないですか、その受動的な通知以外の部分でもね。で調べて、あーなるほどそういうことかと思ってまた元のことに戻ろうとするんだけど、例えば本だったら、まあ、特に小説とかだったらそれまで思ってた物語の中に戻るのすごく難しいんですよね。だから再び入り込むのに最初に読み始めた時よりもパワー使うみたいな。でその脳の筋肉痛みたいなところに話を戻すと、その4日目5日目ぐらいまでは割と集中してできてたのが、それすごく効果を実感してね、自分なりにあのこの方法いいなと思ってる時に、6日目昨日とかか7日目とかになるとものすごく時間かかるんですよ。もう2時間、早い時だと1時間ぐらい出てきてたのが2時間ぐらいかかったりとかして、でそれがね、なんていうか脳の筋肉痛だなっていうだけの話なんですけどね。まあとにかくね、スマートフォンはねこれは良くないですわ。なくてはならないものなんだけど、今や生活の中でなくてはならないことは分かってんだけど、あるとやっぱりバカになるし、あー混んでるかなって毎回思うんだよね。混んでるかなって、車が止まってんなと思うんだけど、実際そうでもない時の方が多いんだけど、今日はなんか本当に混んでそうな感じ。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。あと、まあ食べ慣れてると思うんですけど、はい、あの
生胡椒。ああ、すみません、ありがとうございます。はい、すみません。ご自由に。はい。で、あと柚子胡椒おすすめなので、つけながら食べてもらって。あ、はい。抜群に合いますね。ああ、いや、いいですよね。うん、すごく合う。個人的にはあのポン酢も好きで、うんうんうん、胡椒をのせてポン酢をつけて、すっきりしそう。そうですね。そう。人も言いますもんね。あれ見るたびに天野さんのこと思い出す。早くお願いします。増えすぎて逆にダメなんだね。逃げられたんで。あ、そうなの。群れが大きいか。目が多いんで。ああ、そうかそうか。取りやすいんですよね。逆に。へえ。いるから取りやすいと思われる。あ、そうなんだ。ドニカマが取りやすいです。へえ。お待たせしました。あれ、これ一食限定だったんですか。そうなんです。へえ、本当知らなかった。一食限定よかった。一日一食限定知らんかった。うまかったな。すげえ混んでる。すごいっていうほどでもないけど、まあまあ。なんか食べ物売ってんのか。